はい、皆さんこんにちは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、指導官の添野総帥が9月29日は誕生日という、お誕生日ということで、まあでも、まあ、お誕生日の時はモンゴル大会の方に行かれるということで、今日はね、前日入りして成田の方に泊まられてるらしいんで、まあ、お誕生日祝いも兼ねて、ちょっと最近ね、いろいろあったんで、添野総帥のところにご挨拶に行ってみたいと思います。それでは、行ってみよう。まあ、9月29日にね、添野総帥が76歳になられるということで、いやね、とても76歳には見えないぐらいのね、いつも若々しくフレッシュなね、エネルギーに満ち溢れてる添野総帥なんですけども、ちょうどそうだな、そうちょうどね、去年の今ぐらいに添野総帥と初めてお会いして、まあ、そこからいろんなご縁がつながって、今のカズシーズチャンネルの、まあ、こういうね、まあ、2万人を超えたわけなんですけども、まあ、その辺もね、添野総帥のおかげだとね、思ってますんで、まあ、まあ、最近ちょっといろいろあったんでね、まあ、いろんなことがあったんで、まあ、そういうのも含めて添野総帥にね、ちょっとご挨拶に行って、まあ、モンゴル大会にね、行かれるということで、まあ、本当はね、僕もモンゴルに行きたかったところなんですけども、まあ、ちょっとね、そういうわけにもいかなかったんで、まあ、今日は挨拶というかね、そういうふうにして、ユリアナ本部長、ユリアナ本部長も、まあ、先日お誕生日だったということで、まあね、こういうおめでたいという日というかね、そういうお祝い事はちゃんとしときたいタイプなんでね、僕はね、まあ、そういうのも含めて、ちょっと今日はね、行ってみたいと思います。まあ、添野総帥といえばですね、まあ、伝説の猛虎と言われたね、達人なわけなんですけども、まあ、僕もそのお会いしてみるまではすごくね、なんか荒々しいというか、すごく逆に怖いっていうようなね、イメージがあって、まあ、プロレスとも、ご縁が結構あってね、その北尾さんとかね、三沢さんのタイガーマスクとか、まあ、佐山先生とかのともなんかすごくご縁があって、プロレス界でも添野総帥の名前はね、知らない人はいないと思うんですけども、まあそういうところもあって、まあどちらかというとこわもてなイメージが、ね、すごく強かったんですけども、まあこうやってね、接してみて、まあ実際にね、こうやってもう1年ぐらいお付き合いさせていただいて、添野総帥ってものすごくね、懐も深いし、優しいし、なんていうかな、すごく 大きな人ですよね。うん、まあ、これはね、大久保館長とかもね、そうなんですけど、まあ、指導官の人みんなそうなのかな、大きい、人間的にすごく大きい、これはね、なかなか真似できることではないと思いますよね。うん、だからね、やっぱり僕も、まあね、こうしてね、いろいろこうチャンネルを通して皆様にお伝えできることがあればと思ってね、いろいろやってるわけなんですけども、まあその中ね、いろいろこう添野総帥に心配していただいて、いろんなことね、アドバイスしていただいたりとか、いろんなこうアイデアを出していただいたりとか、いろんな人に会わせていただいたりとかね、もうね、本当に、ね、感謝しかないですね。うん、まあここまでね、まあいろんなことをね、広げられたというのはやっぱりね、添野総帥の力がね、大きいんじゃないかなってね、僕は非常に思います。僕一人じゃね、絶対に分かんなかったし、まあ、もちろんね、浜井先生とかもね、そうなんですけども、まあ、本当にね、いろんな方に助けていただいて、このチャンネルをね、こうして、いろんな方に見ていただけるということで、非常にね、ありがたいなと思う次第であります。まあ、そんなね、添野総帥が、76歳のお誕生日ということでね、これはやっぱりちゃんとね、祝いしておかないといけないなと、ご挨拶しておかないといけないなと思いますね。まあモンゴルに出発される前日なんですけども、その出発されるということで、あまり大きな荷物になってもちょっと迷惑かなとも思いますし、ね、サプライズケーキとかも用意しようかなとか思ったんですけども、出発前にね、モンゴルに、ね、海外に出発する前にケーキ、ホールのケーキをポーンと出されると逆に迷惑なんじゃないかなと思ってね、まあ簡単な、本当に簡単なね、プレゼントになってしまって本当に申し訳ないなと思うんですけども、やっぱりね、うん、やっぱそのなんていうかな、添野総帥といえばね、その
あれだけその指導官が、まあ、世界的にいろんなところに支部があって、まあ、門下生も数多くいてね、いろんな世界にこういろんな人がいると。でこうやってその空手界のみならずプロレス界にも指導官の人間もがいるし、総合格闘技界 MMA にも指導官の人間がいるし、まあ、いろんなね世界にこう指導官の人間がいるわけですね。はそういうの総帥の教えを守ってやられてるんだなと思いますよね、うん、まあプロレスともねすごく縁が深くてね、まあ、すごくあの僕は指導官の総本山に行ってその馬場さんと添野総帥と三沢さんの2代目タイガーマスクの写真を見た時本当びっくりしましたね。まあ、馬場さんってああいう風に多分ねあの格闘技、まあ、格闘技系の人とあのお付き合いするっていうことをしなかった人なんですよね、うん、その王道って言われてるそのプロレスの王道を行くということでみんなが格闘技走るんでプロレスを独占しますとねそこまで言って言われていた人なんで、まあその馬場さんがねまさかあの笑顔でね添野総帥と並んでこう写真に1枚の写真に収まるっていうのを見た時は本当にびっくりしました。やっぱりねそういうとこで馬場さんも添野総帥のお人柄というのをその見抜かれていたんじゃないかなと思いますね。まあ、だからね本当にね、まあ、そなんかその人間的な大きさといえばで言えば本当馬場さんと添野総帥って本当に似てるなとね思いました。はい、でまあ、僕自身はね指導官ではないんですけども、まあ、添野総帥を、まあ、その人生のね師匠というような感じでね思ってます。はい、で実際にね、まあ、いろんなことを学ばせてもらう面も大きいし、まあ、あのアドバイスをいただいてあそうだなってねすごくかんあの思い直すことで、ね、非常に多いです。なんでね、まあ、これからもね76歳後で、まあ、その来年は77歳喜寿ということで、まあ、その喜寿になってもね元気でいてもらいたいなと思います。これ親指と中指と薬指あ、こうか、はい、きつめにこうだったこれだこうやって口でこうやってこうやってこうやってこうせーの、いやあれ一緒にやられないせーの、いやはい、それでですね添野総帥が29日誕生日を迎える今日はモンゴルに出発前なんですけどもプレゼントを渡しに来ました。総帥おめでとうございます。どうもありがとうございます。77歳と、うん、若いですね。76という失礼しました76歳と若いですね。見えないですね。まだ50代気持ちは成人だ。先日はあの本部長の方もお誕生日そうです。年ごまかしてた。年50歳ごまかしてた。そう思ってたけ。25歳って言ってた。25、年ごまかしてた。Forever 25だから。永遠に25、25歳。Forever 本部長とあの総帥がすごくパワーをいただけるということで、今日はあの総帥にあのお祝いの言葉を言おうと思ってやってきました。ありがとうな。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。いつもお世話になってる。総帥、それでですね、カズシーズチャンネルなんですけども、今、まあ、いろんな意味でこうあの話題が結構出てるんですけども、まあ、今後どうしたらいいと思いますか？なんかみんなが知りたがってる、はい、片方だけじゃなくて、はい、いろんな先生方の意見があるから、はい、幅広くね、はい、今浜井君の言ってる、まあ、松井館長の話とかね、はい、あと新曲シーンやってる緑にしちゃうのね、はい、緑師範も松井館長もこのホテルで一緒に僕何回も来て話してあ葛飾チャンネルは格闘技のチャンネルだからね、はい、でまあ誰でもはみんな好きなんで、はい、梶原先生は格闘技の祭典やったでしょ、はい、空手やキックや、はい、プロレスやね、はい、で宮本君はプロレスラー出身だけど、はい、武道の精神持ってるからね、はい、空手の中に興味持ってきて、はい、いろんな極真のね、いろんな話、はいはい、でもいろんな先生をまだ出してない、出てないあの緑健治師範とかね、はい、松井館長とかね、
はい、そういう人の意見を聞いてね、はい、偏らないでね、はい、幅広くやったらね、はい、そうすると大道部門ってね、はい、それいいと思うんですよ。はい、創水にはいろいろあのお世話になって、このカズシーズンチャンネルではもう創水なしではいられないって考えられないというようないろんなあのアドバイスもいただいてるんですけども、はい、だから近いうちにあの、はい、梶原先生のね、はい、ジョークの僕連絡取って、はい、梶原先生も大泉ってね、はい、先生の作詞にずっと移しながらね、はい、それに関係する人たちがたくさんいるからね、はい、そういう縁の下の力持ち、はい、地上最強の空手とかね、はい、あの昔の千葉新さんのジャック、ジャック、はい、まあ、息子さんが頑張ってるんでしょ、はい、あとあの塩見悦子さんとかね、はい、今長渕さんの方が、あ、長渕、はい、緑健二君と仲いいから、はい、鹿児島だから、はい、この間新曲新の YouTube 出てました、ね、そうそう、はい、いい生活がいいから、はい、一人一人は悪い人いないからね、はい、そういう人幅広く、はい、取材した、ね、はい、いいと思うね、はい、ありがとうございます。小水槽ではあのモンゴル遠征、お気をつけて行ってみてください、はい、またあの帰ってきたらまたぜひよろしくお願いします。次は10月10月の2日に戻る、10月2日に戻る、はい、大会の方は22日、ここ22日、横浜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 ランドマーク、ランドマーク、10月22日横浜ランドマーク、その後に国際大会で11日、うん、横浜ランドマークはね初めてやるんだ、はい、ランドマーク、あのランドマーク、そうそうそう、5階であるから、ああ、関根理事長が、はい、横浜の、あ、関根さん、はい、ラウンドクラブって言うんだよね、あ、はい、よくあそこ借りられたんでね、なかなか聞かないですね、借りられない、初めて初めて、ああ、やっぱ関根理事長の力だね、その大会もちょっと楽しみ、面白いね、はい、でまた国際大会もあると思って、そう、11月ですか、非常に楽しみ、あと浜松の山田君が、はい、はい、でっかい道場、はい、指導官で多分一番でかい道場ですか、浜松添野の道場のアロラシカさんですからね、11月11日、うなぎ欲しいからうなぎ欲しいから浜松のうなぎ有名ですもんね、楽しみです、はい、いろんな先生を取材してね、はい、僕も協力するからね、はい、一方的になっちゃうと、はい、見てみて、ね、偏っちゃっていけない、そうですね、いろんな人の話を聞いた、はい、すいません、創生今日はお忙しいところありがとうございました、お疲れ様です、お気をつけて行ってください、ありがとうございます。ぴょん、これが、ここだ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 、ありがとうございます。